第1回ショータイムカップ。皆さんこんにちは、ショータイムゴルフです。10万円です。今回このショータイムカップにスポンサーしてくれた方は岐阜県岐阜市にある金園町接骨院にこの大会のスポンサーをしていただきました。切れます。うまい、ナイスバーディー、ナイスバーディー。352ヤードパー4。これもちょっと狭いですね。今日曲がんないね。これいいっす。すげえ。最近ちょっと距離伸びる。すごいね。あの狭いフェアウェイにど真ん中行きましたね。でも最近教わったポイントで距離伸びる。調整は3万円。やっぱ。スライスが強いな。あ、ラフなんで問題ないですね。佐治洋介選手のティーショット、ドライバーで。ナイスです。フェアウェイ行きましたね。ありがとう。月曜日試合だった。月パー水。あ、そうだ。3連覇。767778。1打ずつ良くなってる。毎日帯打った。ATP じゃなくて ATP とチャレンジの予選会。ああ、そっか、太平洋エントリー名前あったっす。うん、キャンセルした。15 56度でピンはこれですか、ね、この枝にはギリギリかかんないぐらい。でもちょっと気になりますね。あとはまあフォローなんで止められるかどうかですね。うん、ライン出てるよ。ナイス、完璧ですね。54で59。フルショットの距離じゃないんで止めにくいと思うんですよね。どうやって止めてくるんでしょうか。うん、ラインは出てますよ。ナイスです。70ぐらい、はい、58 52。手前
ちょっとでかい。リボンです。まあやだ。めっちゃ試合やんないの。持ってきたのに。持ってきたのに。50ヤードいや多分そっちのソルより俺ソル変えたからさ、飛びますね、こっちの方が飛ぶし、はい、全然簡単やった。陽介はベッチそうこのバンスがない。50ヤードととすると30ヤードぐらいでするんです。特にあのつま先上がりやばいです。ああ確かに鬼開きするから当たった瞬間浅瀬君のやつあれないんですか、バンス。これこれ、はい、これはね8、8あるんですね。そう、知らなかったさ、ね、14のって。そうそうそう、14の人が独立して。あ、そうなんですか。そうだよ、アメピンじゃないですか、傾斜が強い。結構これやばいですね。カップ7個ぐらい、結構なフックですね。あの平らなんで、ナイス。小戦バーディートライ、ナイス。入れるね。今日いいね。取れ高あるよこれ。うまい。ナイス。素晴らしいね。さ、サジプロのバディバット。1メートルちょいの上りフック、ただちょっとこれもフックがねかなり強いですね。ナイスバーディーです。そしてイーブン、ナイスバーディーです。ケイチプロのパーパット、まあ、短いですけど結構曲がるんで油断はできないですね。ナイスパー。史上レベル最高だね。そんなんないよ。伊藤くん混ぜたかったね。企画がすごい。すごい。今日はいつもと違ってハイレベルな。いやそうです。仕上がった。今日にかけてきて。よし。
ショットさんからこの今日の企画のね、うんうん、話をもらった日からもう今日に向けて全て捧げてきてたんですか。まあその回あってね、うん、すごいいい感じです。8番は472ヤード、ね、チャンスホールですね、このパー5は。まあ、バーディーがパーみたいな。右ドッグのティーショットの落ちどころは見えないんですね。コースなりにフェード。ああ、ナイスキック。ああ、大丈夫。持ってんね。左からある。サジプロのティーショット。コースなりに綺麗なフェード。さあ1位だけど打順は最後です。ナイス。全然超まっすぐ、まっすぐしかいかない今日は。朝のやつ。お前それ10秒チャージ。え今何時？えもう今10時。これ朝。5時間チャージ。オムレツも悪すぎないです。右に1個のために5時間ぐらいかかった。間違いない。すごい。物を大切にしてるんだ。隅の隅までの見尽くします。もう最後、これ、それも食べ始めるでしょ。そうそう。容器も食べる。容器も。容器にね。ピンはここですね。ここ大丈夫です。OK。 5番で200ちょい。あ、気にしないでください。これいいぞ、ピン方向ですね。距離がどうかって感じです。あー弱いんだ。4番200ぐらい、風はフォロー。ただピンは木の裏に。あ、気にしないで。木の上ですね。
俺もピン方向だけど、ダフったかな。ちょっと、あ、木の音がした。迷ったな、今。170。170だね。170で8万円。はい、8万円で。多分フライヤーしそうな感じなんで。ピンまで193ヤードです。いくつですか？193。 193? 奥なんだ、奥なんだね、ピン。7万円でよかったね。7番でピッチング。左に抜けた。フライヤーしてなくて。うん、ナイスオン。オーダフリ、オーダフリ。レアップ、レアップ。あ、これはもう完璧じゃん。周囲の余裕ですね。完璧、完璧。はい。完璧じゃん。ここから打った人もいるっすね。俺と同じ考えの人いたってこと。これ激ムズじゃん。何やの段。ほんとだ。ピン手前1ヤードキャリー。こんな精度ないっすよ。ニューバーディじゃん。うん、僕はちょっと頑張ってパー取りますから。いやいや、バーディじゃないの、そこは。パー取ります。60ヤードぐらい。わかんない、わかんない、わかんない。俺適当に言ってるだけ。え、じゃあやめる。ないかもしれない。ないか。そん5、60ヤードぐらい。5、8、5、2、5、2。あ、5、2。ピンは段の上、一番上。落としどころはここからだと狭い。左に跳ねた。あの上り、なんか越えたら。あの棒に乗ってる。えぐいっすね。もうすぐ1ヤードこっちにやったら簡単だけど。左へ下がりで、エッジからピンは距離がなくて、これは激ムズですね。ベース開いてます。うまっ、うますぎた。止まる、あれ。どうやったら止まるんだ。感覚です。すげえ。誰にも伝わらない。誰も真似できない。あ、小生のイーグルトライですね。上り10メートルぐらいのスライス。ちょっと段を越えていきますね。うん、ナイス。まあ、バーディー確実ですね。テルキのバーディードライ。これも段を越えてのパッティングとなります。距離感が合わせられるか。うん、ナイスタッチですね。テルキはパー。そして先ほど華麗なログショットを決めた浅地プロ。
たいな4メートルぐらいのバーディートライです。上りであんま切れないと思うんですよね。ライン的には優しいと思います。ナイスです。よし、いやさすがですね。これでみんなアンダーパーです。超ハイレベルですね。小生のバーディーチャンス。これもまあ80センチのちょっとスライスするかなぐらいの強気でいけば外さないパットです。うん、ナイスナイスバーディー。で、翔勢が翔勢2アンダー、テルキも2アンダー、朝地君も1アンダー、みんなアンダーに。やべいいね、いいね、いいっすね、盛り上がってるね。今日いいね、こっから超いいよ、これこっからラフバンカーって言ったら急に楽しめいや、82ヤードうまいっすから。でも超うまいっすね。あれ、この間いくつだったっけ。みんな120とか120 82はマジうまい。前方確認、打ち込みにご注意ください。 OK、 もういないんだ。ワンオン。346ヤード調整は3番アイアンで、やっぱ あ問題ない。問題あるかも。ピンどこ？あ、左か。グリーンはこっちです。サジプロは3ウッドスプーンで。いい音だわ。この方向です。あの方向でいい感じか。ちょっと左すぎる。ナンバークリック。うまいね、これ。いや、ちょっとスライスが、うん、問題はない。160ヤード、8番
ちょっと弱いけどナイスオン。はい、8番で。うわ、狙えないね。右から、はい、枝が邪魔で狙えません。右のバンカー狙いということで、いや、行かねえバンカー。ちょっと緩んだ、濃すい当たりでした。バンカー手前105ヤード、52度で、完璧な位置の位置までティーショット飛ばしてきました。うん、ナイスです。小生の3打目、60ヤードぐらいですかね。ちょっと距離のある3打目になってしまいましたね。パーセーブできたらでかいですね、これ結構。うん、まずまずですね。入る可能性を残したショットでした。サジプロのバーディーパット、5メートルぐらいの上りスライス。これを入れて1位に並ぶか。いやー、打てなかった。いやー、打ってたら入ったね。またね、雨が降ってきました。下りの4メートルパーパット。うわー、惜しい。オッケー。さあ、テルキのパパ、これも1メートルぐらいの微妙な距離のパットです。油断はできません。ナイス、ナイスセーブ。いや、まだ終わってない。まだ半分やけど。サスペンデッドじゃないの？違う違う違う。これで。だから終わりじゃないの。前半終わって、
セルキが2アンダー、ね、これね、雷あるからね。で、翔星と浅地くんが1アンダー、大接戦ですね。まあ、もし雷雨中断の場合は年功序列でいいっすけど。跳ねてくれ。一回素晴らしいですね、今日は、ね、みんなナイスプレイ。オーバーパーが焼いてたんですよ。ショータイムゴルフ初ですよ。だいたいこの辺で42とか。そうね、38だと今日いいの、うん、そうですね、上がった37とか、うん、今日耐えてる。そんな雰囲気。あれだ、ね、予約プロだって言えば証明できる。そうです。投げえよ。ご視聴いただきありがとうございます。そして金沢の町接骨院の方も本当にスポンサーしていただきありがとうございます。この動画がいいと思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。